富士見の私、筑田島の私、隅田川の私は、隅田川に、かつて存在した私船、土船上の総称。長らく、欧州や総州への街道筋に合わせていくつかの、私が存在した。戦国時代以降に、徳川家康が江戸へと違法されると、江戸の町は大きく発展を見せたが、防備上の関係で橋の架橋が制限されたこともあり。 市街地を南北に分断する隅田川を渡化するために多くの私が誕生した。江戸時代を通じて私は増え続け、最盛期の明治時代初頭には20以上の私の存在が確認できる。関東大震災以後、震災復興事業に伴う新規の仮橋も自動車や市電の通行も可能な橋も増え、1966年に廃止されたの私を最後に、 行動の一部としての隅田川の私は姿を消した。現在では東京都北区下にある日本火薬東京工場と対岸の足立区神殿にある日本火薬東京を結ぶ従業員専用の都船のみが存在する。ここでは隅田川の主な私を上流から列挙する。名称と都船場所は時代とともに変遷しているため代表的なものを記す。 神谷の私とも称された。現在の新上谷橋付近にあったもので、江戸期においては主に西新井大師への参拝客や荒川堤への花見客などを乗せていたようである。1924年6月に荒川放水路が改作されると、一帯は放水路と隅田川に挟まれて、中須のように孤立した地域となったために構図する、の神殿の私と共に整備が進んだ。 1962年10月に、新神谷橋の仮設工事が着工され、1965年10月に、片側車線が開通することになり、宮堀の私はその役目を終え、昭和35年の冬に廃止された。北区の宮堀自動遊園内に案内板が設置され、王子神駅付近の北本通り沿いの産業考古学探索路石踏みにおいても記載が残る。馬場の私とも称された。 現在の新田橋付近にあったもので、主に現在の足立区付近の農産物を江戸市中に運ぶ農業都線として使われていたようである。荒川放水路改作時に中洲城に孤立した付近一帯の交通路として、前述の宮堀の私と共に整備された。付近は俗に野新田野原と呼ばれ、桜草の名所であったという。 1941年の新田教科教によって廃止された。6網玉大手をして霊場を巡る際に必ず使う必要があったため、この名で呼ばれた。付近の地名から、豊島の私とも称された。現在の豊島橋の上流200メートルほどの隅田川が大きく蛇行する天狗の花と呼ばれる場所にあった。1925年の豊島教科教によって廃止された。 フナグルの私とも称された。足立郡港北村から、掘り船にあった家や盲石工場へと通う女工たちの通勤用に、両岸の有志によって1九百八年に作られたという記録が残る。当初の運賃は大人一銭、子供五輪、荷車一銭五輪、自転車一銭。駒込の市場への出荷の車を、戦争の頃は、足立の軍需工場へ通う人々を、戦後は、 梶原銀座への買い物客らを何往復もして運んだ私だったが、交通路の発展に伴い1961年に廃止された。北区の白山堀公園をに案内板が設置されている。オグの私とも称された。現在のお台橋付近にあったもので、江戸時代より江北、西新井、草加方面への交通の要所として賑わっていた。 西新井大師や六阿弥陀の一つである沼田の栄明寺に、もう出る人々も多く利用した。江戸期は、両岸の農民が、半月交代の当番制で渡していたという。明治期以降は、東京府が運営していたが、交通量の増大に伴い1933年に、お台橋が加橋され、後に廃止された。お台橋のたもとに案内板が設置されている。 熊野の私案内板現在の奥橋付近にあったもので大正中期から昭和にかけて利用されていた。下流の大竹橋や上流の大台橋が開通した後は徐々に利用客が減少したものの1950年3月まで利用された奥橋の田元に案内板が設置されている。現在の大竹橋の上流200メートルほどの位置にあり、 荒川区長や五丁目と六丁目の境付近から、足立区千住桜木町を結んでいた。東側にあった工術されるお家の私に対し、新たに設けられたので新渡しと称したという。明治後期に整備され、1934年の竹橋下京後に廃止された。私や都付近に案内板が設置されている。新都市の名は、都営バスを45系統の停留場名に、 未だに残されており、2006年に新設されたコミュニティバス春風ぐる零系統にも、都営バスと同一のバス停名に、新都市の名が使用された。現在のお竹橋の下流300メートルほどの位置にあった。付近に、富士宮、柳屋、大黒屋という3軒の茶屋があったため、お茶屋の私とも称されたという。また、お竹の名も、 お竹という茶屋の看板娘から名付けられたと伝わっている。天保年間に開設され、昭和9年のお竹橋下京後もしばらく運行されていた記録が残る。千住、西新井大志方面へ向かう交通路として重要な役割を果たした。付近のお竹橋公園入り口に案内板が設置されている。一本松グリーンスポットの待つ現在の浄水。 千住水管橋付近にあった私、京成電鉄隅田川橋梁の上流100メートルほどの位置にあたる。千住と町屋を結んでいた生活道路であったという。いつ頃廃止されたのかは不明。浄水千住水管橋そばに案内板が設置されている。名は付近の更新塚にあった大きな松の木にちなむと言われる。この松は元禄六年に町屋村と 三河島村との境に植えられたと伝えられ、後に、戦災で故死したものの、一本松グリーンスポットという小公園に、現在二代目の松が植えられている。なお、近くを通る都営バス総41系統の停留所名として、一本松の名が残っている。古くは裸になって、徒歩で渡っていたという記録から、私裸があの私と呼ばれるようになったと伝わる。後に、 トラという音から、トダとなり、トダの私とも称された。現在の千場橋のやや上流にあたり、欧州への古道が通っていた場所である。千場橋河橋に伴い、江戸初期に廃されたという、現在の千住塩入りを橋付近にあった。1890年から1966年まで、塩入りと千住明けぼの町の金ヶ淵ち石会社を結び、 女皇たちの通勤用として運行されていた。宝石工場用とされる以前にも私はあったらしい。隅田川で最後まで運行されていた私である。歌川広重、隅田川水人の森、正木歌川広重、隅田川、橋場の私、河原へっつい竹屋の私、竹屋の私、後関肥さんの宿の私、山の宿の私、後関肥、歌川広重、浅草川、 守備の松、小馬やかし富士身の私現在の水神大橋の100メートルほど下流にあった、正木稲荷と隅田川神社を結んでいた私で、名は、隅田川神社が水神を祀っていることによるが、付近の俗称が、水神でもあったことにもよる。歌川広重が、西木へ、隅田川水神の森正さに私を描いている。現在の白髭橋付近にあった。白髭の私とも呼ばれた。 歴史的に位置や名称に変遷があったが、記録に残る隅田川の私としては、最も古い。律令時代の上和2年の大城官府に、隅田の私と書かれたものが残っている。欧州、宗州への古道があり、伊勢物語で、主人公が渡ったのもこの私とされている。また、源頼朝が挙兵してこの地に入る際に、歴史上隅田川に最初に加強した、船橋も、 この場所とされ、橋場という名が残ったとも伝えられている。橋場は歴史の古い土地柄から、江戸時代から風流な場所とされ、大名や豪商の別荘が隅田川歌詞に並び、有名な料亭も多かった。明治期に入ってからも屋敷が立ち並んでおり、とりわけ著名な三条、耳の別荘である大河もめ荘が橋場の私の西願にあった。歌川広重が、 西木へ、墨田が、橋場の渡し河原別井に描いた。白髭橋の完成に伴い、大正期に廃止されたと言われる。寺島の渡しとも称される。現在の桜橋の上流付近にあった渡し。橋場に対して、新しく作られたということで、今とと呼ばれたという。前述の橋場の渡しと、名称や、都会地の作装が多く見られることから、 ほぼ同じ私の流れとも考えられる。地区下の私、向島の私とも称された。松地山聖典のふもとにあったことから、松地の私とも称される。竹屋の名は付近にあった茶屋の名に由来するという。現在のことと橋の屋や,や上流にあり、山谷堀から向島見巡り神社を結んでいた。付近は桜の名所であり、花見の時期には大変賑わったという。 文星年間頃には運行されており、1933年のこと,といは四ヶ京前後に廃された。近くの台東区スポーツセンター広場に私跡の石踏みがある。現在の東武鉄道隅田川橋梁の付近にあった私。私のあった花川戸菓子付近は山の宿町と呼ばれ、その町名を取って命名された。そのため、花川戸の私と称されたり、 東岸の船着き場が、北十験側の枕橋のたもとにあったので、枕橋の私とも称される。都戦創設年代は不明だが、江戸中期には運行されていたと考えられる。戦争時への参拝客や、牧帝の花見客などで賑わった。墨田公園内に私跡の石踏みがある。駒形の私とも称される。現在の東橋と駒形橋のほぼ中間の場所に、 あった私で、江戸期に、あずま橋が架橋されたことによって利用者は減ったものの、1876年まで運行されていた記録が残っている。お馬屋菓子の私とも称され、現在の馬屋橋付近にあった。川岸に江戸幕府の浅草御霊像があり、その北側に付随施設の馬屋があったのでこの名がついた。元六三年に、私として定められ、私船発送。 先導14人、万人が4人がいたという記録が残る。渡り賃は一人二分で、武士は無料。1874年の馬屋橋下境に伴い、廃された。歌川広重の西木へ、浅草川守備の松尾馬屋橋にも描かれている。船上から富士山がよく見渡せたのでこの名がついたと言われている。江戸幕府の米蔵が付近にあったので、 ミクラの私とも称された。現在の倉前橋の下流側にあたる場所にあった。関東大震災の発生前まで運行されていたが、震災発生により消滅。後に、震災復興事業によって倉前橋が佳境され、私が再開されることはなかった。現在の両国国技館、JR 総武本線隅田川橋梁付近にあった、私。千歳の私とも称された。 現在の両国橋のやや下流、首都高速道路両国ジャイクション付近にあった私。皇日の畑の私とかなり近いルートのため、同系統の私であるとも考えられる。現在の新大橋そばにあった私。江戸初期には運行が開始されていたとされる。畑とは近くの河岸にあった幕府の御用船係流場にその巨体ゆえに係流されたままになっていた。 史上最大の畑線でもある餃子線畑丸に、ちなんで、付近が俗にそう呼ばれていたからである。明治期の料金が記録に残っており、一人8000、人力車1000五輪、荷物8輪、自転車5輪とある。江戸期大正期の新大橋の急橋は、現在より150メートルほど下流に加境されていたため、新大橋と畑の私は、並行して運行されていたが、 1912年7月19日に、現在の場所に鉄橋が完成した時に廃された。1986年に大川口の私、中須の私と共に、江東区の史跡に指定された。現在の清洲橋の位置にあった私。現在日本橋中須は内陸だが、私のあった当時は水路があり、まさに中須で無人の荒れ地だった。1873年。 深川佐賀町に住む青木安兵衛が東京府知事の許可を得て始めたが、はじめに本橋川の都線上は、箱崎、浜町付近で中須の開発が始まる明治40年頃まで中須は通過地点でしかなかったと考えられる。清須橋の河境に伴い廃された。1986年に大川口の私、畑の私と共に江東区の史跡に指定された。 深川の私とも称された。現在の隅田川大橋の下流川、江戸期の永代橋の下境場所付近に、江戸漢分年間にあった私。元禄十一年の永代橋下境に伴って、廃された。元来の隅田川の河口にあった私。霊は島付近と深川熊井付近を結んでいた。1986年に、中洲の私、あたけの私と共に、 江東区の史跡に指定された。筑田島の私、現在の筑田大橋付近にあった、私。はじめは、筑田島の漁民たちと港町とを結ぶ、私的な私であった。筑田島は、漁村のほか、藤の花の名所でもあったため、江戸期には不定期に都船が運行されていたが、日常的に運行されることはなかった。明治期に入り、筑田島や石川島、 月島に造船所などが生まれると従業員のための重要な交通機関として発展し、明治9年の運賃記録によると一人五輪の料金だったようである。1883年には定期船の運行が開始、1926年に運営が東京市に移管された。翌昭和2年3月には無料の栄船都船となった。一日に七十往復という賑わった私であったが、 1964年8月27日、筑田大橋佳橋に伴い廃された。筑田大橋両岸に私跡の石踏みが残る。佳橋後は造船所を中心にさらに大きく賑わい、混雑した。筑田島の光景を愛していた劇作家の北条秀次が、1957年にこの、私を舞台に、新派俳優、花柳翔太郎のために書き下ろした芝居に、筑田の私がある。 初演以来高い評価を受け、滅びゆく日本の古き良き情景を舞台で再生させた名作として、昭和39年には、下流十種の一つに選ばれているなど、北条、下流、そして審判にとって書くことのできない代表作の一つとなっている。下流没後は水谷義恵が後を引き継ぎ、こちらも高い評価を得ているが、近年は再演されていない。 月島の私現在の中央区月島と対岸の現在の清路化ガーデン付近を結んでいた私。月島の埋め立てが完成して間もない1892年に鈴木義三郎という人物が施設の都線を航行し始めた。その後、1901年、東京市が市営化を決め渡し賃も無料にした。利用者は多く、明治44年には、 鉄屋都線が運行されるまでであったという記録も残る。しかし、1940年の勝時橋の完成と、共に利用者が減少し、後に廃止された。中央区月島の私自動遊園内に案内板が残る。勝時の私日現在の勝時橋のやや下流にあった。1905年、当時の京橋区役所が、海幸橋と月島を結ぶ都線を創設。 無料の手漕ぎ都線だった。まさに日露戦争の旅順陥落直後であり、この勝利を記念して、海軍の発祥地でもある築地に、勝時の日を建設。さらに都線も、勝時の私と命名した。後に経営を、東京市に移管。1915年には、乗船客の増加に帰船に格上げされた。月島の工場群に通勤する労働者に多く、利用されたが、 1940年勝時橋の河橋に伴い廃された。現在隅田川で運行されている都線は、足立区新田にある日本火薬東京が運行する従業員専用の都線のみとなっている。この都線は川によって会社の敷地が分断されているために運行されているものであり、奇襲点ともに工場敷地内にあるため一般の人々が乗ることはできない。ありがとうございます。